どうも、ゴルフプロの三谷です。いつもありがとうございます。今回は右肘の動かし方、これについて皆さんに解説していこうと思います。右の肘をどう動かすかでトップの位置が決まります。トップの位置がどう決まるかでインパクトの瞬間が決まります。それによってボールが安定するかどうかが決まりますので、非常に重要な動かし方になります。ポイントになりますので、ぜひ最後まで見ていただいて、練習方法もお伝えしていきますから、ポイントをしっかりつけば正しいスイングになりますし、何よりも安全な体の動きをスムーズにすると怪我をしない、そういうスイングが身につきますので、ぜひね、習得していきましょう。私、三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さん本当に頑張ってますね。概要欄の方に無料で試せるお試しレッスンありますので、ぜひ見てみてください。皆さんのご参加お待ちしてます。会えるの本当に楽しみにしてますね。それでは早速いきたいと思います。このボールをですね、理想的にまっすぐ遠くへ飛ばしたい。そのためには、この右の肘の動きが欠かせないんですね。必ずこの肘の位置を正しい位置に上げなければいけない。じゃあこれ、どうすればこのトップの位置が正しく肘が動いていくか、この右の肘ですね。これを、しっかりと覚えるには、2つのポイントを押さえていく必要があります。2つです。1つ目は、早速いきますよ。1つ目は、グリップです。グリップを正しく握らなければいけません。グリップは右手が少しこう下から入る方が多いですね。親指で支えたり、少し下から掴むような形になってしまう方が結構多いんですね。この位置でトップの位置を作ろうとすると、肘がどうしても開きやすくなります。クラブシャフトもこんな風にクロスするような形が結構多く見受けられますね。というのは、腕でこういう風に上げてしまうと、どうしても肘が開いてしまったり、クラブをこんな風に立てていくような形に感覚的になるので、これで上がったなぁと感じてしまうんですね。ですから、ここから、こういう感じで腕の動きでこう振ってしまう。これは、トップの位置に腕がどう動くのかな、体どう動くのかな、それを考える前に、このグリップが正しく握られてないということが、もう非常に重要なですね、要素になってるんですね。ですから、このチャンネルでもグリップの動画ちゃんと作ってます。皆さんね、ちょっと検索して見てみてください。この握り方が正しくないと、正しいスイングにはならないんだよということですね。このクラブと自分をつないでる唯一の部分がこのグリップになりますので、この手が下からあまり入らないように、親指はこのグリップよりも左側に行きます。この位置にグリップをキュッと握って、この状態からスイングをしていけば腕の動きはスムーズに動くようになります。ですから必ずグリップを確認しましょうというのが1つ目のポイントです。2つ目、もちろん肘をどう動かすかということなんですが、この肘を地面の方に向けたいんですね。この前腕部分が下に向くように上げたいんですが、その時の感覚はどういう感覚かというと、肘を内側に絞っている感じです。この構えた状態から、腕は、右の肘は折りたたまれて、左の腕は伸びるんですが、その時に少し右側に回転するんですね。で、右側にこの前腕部分が回転しますので、そうすると肘が少し内側に来たような形になります。その内側に来た状態のまま上に上げていくようなイメージですね。ですから、肘をキュッと構えた時に絞ってます。この絞った状態のまま上げていくので、少しこう力が入りにくくなります。右手はあまり力を使わない方がいいよ、右手は使わないよみたいな、そんなことは聞いたことあると思いますが、正しい位置に上げれば右手の力は勝手に抜けるんですね。力が入らない状態になるというのが理想的です。こう肘が外側に開くと力入るんですね。肘が内側になるとあまり力が入らなくなりますので、この肘の位置を少し内側に絞りながらトップの位置を決め振り抜いてあげるといいと思います。ここですね。ここに上げていくと。こういう形ですね。少しキュッと絞っているような、こんなイメージになっていくといいと思います。このままこう降りていきます。そうすると、トップの位置が決まり、ピュン、振り下ろされるような形になっていきますので、この、まずは、ボールを捉えるところ、振り抜くところ、もちろんありますが、このトップの位置を正しく決めないことには、例えば肘が開く、グリップが離れる、そうすると、そこからじゃあ握りますか、肘を、ね、外側に開いてシャフトがクロスしたらそれをもう一回戻しますか、それはスムーズな動きになかなかなっていかないです、仮にそれを戻せたとしても、それは再現性があまりないということになってしまいますし、
それは自分の感覚でもし手に入れるとすればそれは相当な練習量が必要になってしまいますので、やはりクラブをスムーズな円を描くように振っていくというのが一番理想的なスイングになりますので、それをしっかりと実行できるように2つですね、グリップを正しく握る、そして肘を少し内側に絞っていくようなイメージ、そうするとナイスショットにつながっていくということです。そしてこれを習得するための練習は2つ、1つはクラブを通常の位置で持って少し小さいところで振る、そうするとクラブの動きを感じます。トップの位置に肘が絞られている状態で上がるイメージがつきます。そしてクラブを反対側で持って振る、そうするとクラブのヘッドの重さ、この先が重たくないので自分の動きで正しくしなければいけません。ですからクラブがやってくれる部分がありながらも自分の動きとしても正しい動きを作ってあげる、これが同じ動きになっていけば理想的な形に自然に近づいていくということになりますので、ぜひこの2つの練習を併用してボールも打っていくとスムーズな理想的な、そして何よりも安全な怪我をしないスイングを身につけることができますので、ぜひこれは練習の価値大いにあり、そしてコースで思ったところに飛ばすためには必要なスイングになりますので頑張って習得してみてください。最後ね、高評価そしてね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではね、皆さん頑張って上達していけるように練習もしましょう。では次の動画でお会いしましょう。